新発売、待望のクラシックカー専用オイル新登場、熱に強い、耐久性耐摩耗性抜群、クラシックカーファン待望のシングルグレード2種類、マルチグレード1種類が登場。ガルフレトロ。皆さんこんばんは。ノスタルジックカー TV トゥアンドホー。今日は8月3日ですね。いよいよ8月に入りました。相変わらず暑い日が続きましてですね、毎日ここ標高650メーターのですね、松本市なんですが、連日35度を超えておりまして、もうだいぶ暑さもう結構というような日が続いてますね。まあ毎年この時期ね、一番まあ暑い日に向かうわけなんですが、まあ皆さん子供たちは夏休みでいいですけどね、まあ大人たちももうちょっと経つとですね、お休みになりますんでね、もう最後のもう2週間1週間10日頑張っていただきたいと思います。このところですね、大変話題となっております、まずビッグモーターの話からですね、もうこれはねちょっと避けて、車業界では避けて通れないことなんで、今日再度特集いたします。まずちょっとまとめてみました、どうぞ。ビッグモーター、まあもうすでにもう今国を挙げてというかですね、メディアと言わず大問題になっております、ビッグモーターですけど、なんと売上4500億、下手したら6000億くらいあるんじゃないかなんていう話も出ておりまして、まあたったここ20年で、大きくなって全国店舗300店舗ですね、300店舗です。だから各県にですね、5から6店舗あるということですね。そしてまあ従業員6000人、まあ先週も申し上げましたけど、ご家族がまあ3人と言うと2万人以上の関係者がいるという、まあとてつもない会社なんですが、なんとこの会社が上場してないんですね。株式を上場しておりません。株式上場してないってことはオーナー会社っていうことですね。オーナー会社だと株主の総会、まあこの方が前社長なんですけどね、77.8%、
その他の親族も入れるとほぼ100%という、まあとてつもない個人所有のオーナー会社ですね。そしてまだまだ問題いっぱい出てきてまして、あちこちでちょっとこの話にですね、追及の先が変わらなければいいなと思ってるんですが、街路樹が全滅したとかですね、いうことも言われております。まあ、こんなことをするくらいの会社なので、何をしてるかわからんぞというのが、私の個人的な意見ですね。公共のものまでですね、自分のところのお店が見えないからといって、街路樹を全部枯らしてしまって抜いちゃうと。しかも夜やったとかですね、まあ実に悪質ですね。こういう会社でございますね。大きいことはいいことだでは決してないんですが、こういう会社が実はやっといろいろ問題の、まあ、今糸口がからだんだん、大きな話になってきたということですね。はい。これだけのですね、ことをやる会社なので、私、まあ車やバイクの関係のですね、仕事をしている人間にとってですね、2つぐらい実は問題があると思いますね。で、1つは、年間多分これだけの規模になりますと、車検をやってる規模っていうのはかなりな台数だと思います。しかも36箇所で指定工場を持っているという。指定工場っていうのはね、皆さんね、まあこの番組ご覧になってる方はお分かりでしょうけど、指定工場というのは、各地の車検場に車検の時に車を持ち込んでチェックしてもらわなくてもいいと。検査員がいて、検査員が、自社の検査員がいて、ハンコを押せばそれで車検になってしまうという、まあ非常にまあ 国としたら、まあ、任してしまったみたいな格好になってるんですが、これがですね、まあ非常にまあ厳しい条件もあるんですが、一旦ですね、タガが外れたら何でもできるという、下手したら無車検、もう洗車しただけで車検通しちゃうよみたいなことも十分あり得るわけですね。まあこれだけのことをした会社はそのぐらいのこと平気でやるんじゃないのかなというのが私のまあ個人的な意見です。で、指定工場制っていうのはですね、これもう本当に諸刃の剣で、いいこと悪いこと両方ありますね。で、しかもそういうことがあってもですね、この会社非上場ですからね、上場廃止とかそれから大暴落とかってこともないわけですね。だからこのままやっていける可能性だって十分あるわけです。そしてもう一つ、私一つ申し上げたいことはですね、まあ損保ジャパンが問題になってますけど、損害保険会社、まあ日本にまあ大きな損害保険会社5社ぐらいあるんですが、まあ大学生の、新卒の大学生でも、まあ人気の就職先ですね。人気の就職先で、その辺のなんで人気の就職先かって言いますと、給料が高い、仕事が楽、ね、というその2つに尽きると思うんですが、仕事が楽という中にですね、実は代理店制度があります。損保の募集する人たちっていうのは代理店という、損保ジャパンなら損保ジャパン、東京会場がですね、自分たちで募集するということはまずありません。代理店が募集して、その契約を持ってきてお金を払って、それを成立するということで、損保の、まあ、社員になりましてもね、営業はほとんどいたしませんね。何してるかって言ったら、代理店のところに行って、もっと数字出してくださいよ。今月これじゃ足りないですよって、一生懸命シート書き入れするだけでいいんです。自分は数字なんか持ってません。まあ持ってるところもあるかもしれませんけど、まず、ないですね。代理店にやらせるという非常に二重構造で楽をしてる。その辺のところから、一つのこれはね、今回のビッグモーターも温床があるんじゃないのかなと私は思いますね。そうじゃなかったらね、そんなに大学生の新卒の人気給料だけじゃないと思いますね。それのところがですね、先輩から後輩に伝わって、損保はいいぞということになってるんじゃないのかと思います。
その辺のところまで日本のいわゆるこの損保は、生保はですね、非常に外国からの、進出もありまして、非常に大戦乱の時代になってますけど、損保はですね、自賠責保険というですね、みんなが車買ったり車検した時に入らなきゃいけない保険料って5000億以上あります。これがもう損保のですね、基本的な売り上げになっておりまして、6000万台、600万台、6000万台のですね、車がですね、毎年毎年、これ2年ごとですからね、車検って。長くて2年、新車は3年ってのはありますけど、それが損保の収入になるわけですね。で、これはあまり儲からないんですが、実はその後ろには任意保険というおいしい保険もおります。ですから、損保はそんなに一生懸命やらなくてもですね、社員がはちゃめちゃやらなくても、なんとなくなっていってしまうという、その辺のところは全部代理店に押し付けてるわけなんで、代理店との癒着が疑われてもしょうがないと思いますね。はい、という今日そんな、まずはお知らせでした。はい、それではですね、今日もですね、この暑さの中でですね、さあ頑張りますよ。まずはですね、ここのところも本当に好評の、山田賢治さんの、ね、作品展、高木さんが取材に行ってくれましたけど、今日はない、ナンバースリーですね。いよいよ、インタビューも白熱してまいります。はい、どうぞ。こんばんは。今回は木星モデラー山田賢治の世界と題された作品展からフェラーリ F40 に絞ってお届けします。まずは山田さんのお話から伺いましょう。やっぱりそうですか、F40 ですか、あれは。これは大変ですよ。後ろと前も開くから、そのそうですね、開いてましたね。作り方が難しかった通常じゃない。一体で作っててもそれ全部3分割になっちゃうから、なる3ほ分ど。割にして後ろの開ける部分ね、フロントの部分、真ん中のボディの部分、それの合成が難しい。難しかったですか。こういう一体のものなんさ、形になってんだから、ただドアを切り抜くとかそういうことだけですよ。合成の方がこうパーツパーツで作っていくから大丈夫な、優しいような気がしますけど、そうじゃないんですこういうね。のは難しい。特はにこういうのは動いちゃうから、こういうところがこのあ。ねえ。ヒンジの部分なんていうのはこれだけでこれを持たせんだよ、ここまでを。でこれもここで合うようにしたんだ、カチッてピンで止まってんだ。これやっぱり苦労したよ。あとはこの後ろの透明な部分、そここ、れの作りが難しいよ。難しいですか。これはだからちょっとインチキしてんだよ。ビルドガラスの材料は何なんですか。これプラスチックですよ。アクリルですよ。アクリルですか。ええ、曲アがクらリルっないとてか。か、これは型作ってやったんだけど、何度やっても型やったらダメ。特にほら切り込みがあるでしょ。だからあれはもう形だけを炙って形作って、それから今度はカットで切っていったんですよ。これはこれ全部切ったんですよ。だから切り方、切り口でよく見るとちょっと曲がってるところもあるんだよね。そんな、へ本当はこれじゃいけないんだよ。こあ、のそうです側か。面はつながってなくちゃいけないんだから、なるほここど。はここは開いてていいんだけど、ここはつながってなくちゃそれができない。それやっていくと汚らしくなっちゃう、接着してると。やっぱりじゃあ何もしないでこの穴が綺麗だな、ちょっと見分かんないよ。わかりません、わかりません。だからこれを作るのには本当一番最初からどう作ろうかって悩んだのはこの透明な。なるほど。やっぱりそれでそこの仕上がりで決まるなっていう感じ。これでね、この仕上がりで、
そもそも F40 をね、うん、あの生で見た方がいらっしゃらないじゃないですか。でも F40 は結構群馬県あるから、うん、いやでもそんなふうにおっしゃってもそれは言ってみりゃあれかもしれないですけど、結構実物見てるからさ、いや山さんは見 見てらっしゃるでしょうけど、私どもはそんなにあの頻繁に見お会いできない車ですからね。でもまあそんなことでよくできたなと、あすごいな。これで一番の頃は、これの開け閉めの品種をどこで持たせるかというと、この透明をどうやって作るか、だってこれなんかはもう本当にこれなんか全部これ差し込んであるんですよ、あれちょっとあいいですよいいですよ、無理壊れちゃう、この後ろのところは全部こういうカバーも全部できてて、これこうやってね、じゃあ来年の展示会にこちらをお持ちいただきたいな、ねえ、もし、そんなような実現するんであれば、あそう、こちらは前回展示された制作途中の F40 です。今年はさらに細かい部分に手が加わり、フェラーリレッドに塗装され、すぐにでもエンジンがかかり走り出しそうな雰囲気の木製とは思えない重厚な作りのフェラーリ F40 に仕上がっていました。こちらは水彩で描かれています。いかがでしたでしょうか。山田さんがフェラーリ F40 に対するこだわりとエンツェ・フェラーリに対するリスペクトが現れた作品だと思います。いやーすごいですね、フェラーリモデラーのね、山田健二さんの作品展のよう、今日はナンバー3でした。どうもありがとうございました。はい、それではね、続きましてね、これも、最近スタートしまして大好評の、西澤純ちゃんによる純チャンネルですね。純チャンネルで、純ちゃんじゃないですよ、純チャンネルですかね、今日はですね、何が出てくるか、メーカーさんの裏話やらですね、古い車の業界の裏話やらですね、なかなか聞けない話満載ですから、どうぞ皆さんご覧ください。にしても今、まあ、日産に限らずですけど、買えない車が多すぎるんで、もう買え、何でも買えないですよね。もうあのオーダーストップ、抽選ですとかですね。だからもうみんな、まあ、今回ねアルファードなんかでも発表されたばっかりですけど、あのもう何時に注文なり行くから言って、もうディーラーに一緒に行って、もうその場でやってやって2台確保とか、いや2台確保って君2台乗るのみたいなね。ですよね。あのタイプ R 5台型とか言う人もいますけどね。そうなんですよ。そうなってくるんですよ。あの欲しいって思った時に買えないってなると、ある時に買ってしまえっていう、はい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 、それはもうあの日本あの人間の、ね、心理ですから、 ないって言うと余計欲しくなる。そうなんですよ。ですよね。そうすると別に欲しくない人まで欲しくなって、そう買っとこうかみたいな人いますからね。そうなん、そんなら買っとこうかって。そうそう、まあだから、まあ、まあクラシッカーの世界もそうですけど、はいはい、それでしばらくちょっとこの5年は来た感じはしますよ ね、うん、そうするとまあ古い車の話になったところで、まあこのところまあこの古い車の業界ももう本当に何ですか、バブルというかですね、もうバブルどころかもうなんかバブルが踊っちゃったみたいな状態が続いたんですけど、今後どうでしょう、こんな状態続くんでしょうかね。まあ今かなりちょっと落ち着いてきたなという印象はあります。で、
何て言うかな、本当に、まあ、価値の本当に価値のあるという言い方おかしいんですけど、例えば数が少なくて、世界中にしっかりとしたファン層がいるような車っていうのは実はあんまり下がってないんですけれども、もともと生産台数が多くって今回その、まあ、さっきの話じゃないけどそれが上がんねやったら俺も買っとこうかみたいな調子で買われた車とか、あとまあ一時的な、特に日本車は海外マーケットからすると未開の土地なんで、もうあの一通り集めたコレクターが次はもう日本車しかないということで、日本車を一通り買っていかれたみたいな状況というのを今だいぶ一段落してきたんで、これからはそういう意味ではあのよりその車の人気というのはシビアに分かれていくんじゃないですかね。やっぱり何でもかんでも高いっていうことがなくなりますよね。やっぱりあの希少車で程度が良くてちゃんとした履歴があってとかそういうことになってくるでしょうね。はい、まあ、あのただ欲しい人は結構いましてね、うんうん、であのじゃあ欲しい人からいくらでも出すかっていうとそういう感じになりましたね。そうなんです、そうなんです、あの、やっぱりちょっと上がりすぎたみたいなところがあって、その冷めて見てる人もやっぱり増えていますよね。そうなんです、うん、で結構今はこんなもうネットの時代だから比較検討もできるし、うん、外国の値段も分かるし、うん、まあだから日本はアメリカはヨーロッパはあのレッドブックブラックブックとかあって、うん、あれがまあ一つの基準になるんですけど、うん、日本はまあそれがないんで、うん、まあ、ちょっと感覚的なところでいっちゃうっていうのがありますよね。ありますね、うん、あとあのどうしてもなんていうか本当はその個体個体の価値なんですよね。程度とか歴史とかいろんなことを考えると、あと仕様とか、ところがどうしてもその例えば売り手の気持ちとしては一番高く売れた車と同じように評価をしてしまうじゃないですか。そうです、やっぱり倍ぐらい差あってもおかしくないので、だからそこをその上の方に引っ張られるイメージと下の方に引っ張られるイメージの乖離っていうのはやっぱりあるのかな。まあ、あの日本はあれですよね、やっぱその車の査定っていうのも特に古い車の査定っていうのは本当にできる人がこんなぐらいしかいないんで、うん、余計ですよね。あの今回僕、ビラデステっていうねコンクールにあの参加、まあ、一緒に行ってきたんですけれども、そこであるテーブルで一緒になった女性が、まあ、あのコンクールの審査員なんですけど、お女性で、女性でね、仕事何してんのって聞いて、やっぱりドイツでクラシックカーの査定をやってるって言うんですよ、のプロフェッショナル。プロフェッショナルで、プロフェッショナルなんです。はあ。だからそういうやっぱりシステムがちゃんとあるね、そのあそこは何でしたっけ？マスターセーフでしたっけ？そのあの、うん、まあ、ジャフみたいなあの、あれは組織があって、うん、そこの認証のそういうシステムがあったりとか、やっぱりちゃんと資格を持ってやるっていうのが確立されているんで、そうすると日本もね、査定士っていうのはありますけど、フリップも査定士ませんからね。そうなんですよ。また違いますからね。それをきちっとあの公正な評価ができるようにならないと、なかなか成熟したマーケットにはなっていかないのかなという、うん、あのその一つの弊害がやっぱり今最近あの古い車の事故結構あるんですよね。で事故の査定とかもほとんど揉めますからね。揉めますでしょ。もうあのもう最後にはあのそんな貴重な車やったら乗ったらあかんとかって言われるでしょ保険会社から。乗ったあんたが悪いみたいな、うんうん、ええー、運が悪かったってそうね。本当ひどいですよね、うん、今保険会社もねそこそこ厳しいから、うん、昔みたいにいいわいいわなんてじゃないですからね、うん、部品も中古の中古でいいじゃないかとかね、うんうん、で直すとこ もうこんな時間えこんなのはとてもで、うん、もう脳が脳みんな全部脳になっちゃうんですね、はい、それ結局最後裁判ならって話になっちゃって、はい、で裁判でもあの私も参考人みたいにして呼ばれたことあるんですけど、裁判官も分かってないんですよね。分かってないですよね。全く分かってないですよね。でも両者が言ってることはこんなに違うわけですから、これからはもうだからあのなんかクラシックカーの保険なんかでもものすごく難しいみたいですね。やっぱりね。はい、本当にいい話ですね。これはねなかなか聞けないですよ。もう西川さんみたいにですね、やっぱりねメガさんとですね深いね、コンタクトがあってですね、やれる人しかちょっとこんな話はできないでしょうね。しかもね西川さんの凄さはですね、歯に衣を着せないというかですね、いいものはいい、良くないものは良くない、もうはっきりしてますからね。今の評論家さんでここまでちゃんとはっきり言える人はなかなかいないと思います。という西川さんがですね、続いて登場いたします。西川純の突撃インタビュー、ガルフ長野のノスタルジカフェスティバルの会場からです。はい、お願いします。
原さん、はい、はいはい、じゃあちょっとマイク一つしかないんで僕が喋ってお渡しして、はい、またマイクを、はい、これはあれですよね、そうそうそう、二輪車を積み込んでサーキットに行くっていう夢、そうですね、はい、はい、夢の実現のためにこれを手に入れたという2年前 に、はい、でレストアをされたということでいいですか。レストアはしてないですか。もうこのまま、あ、そうなんですね、このままの状態で買って、わ、はい、かりました、はい、今年のね、ノスタルジックカーフェスティバル、あの本田宗一郎さんっていうのがテーマの一つになってますけれども、まあ、そのまさにその世界観を夢見て、実現された方がおられます、小原さん、本田 T360 でお越しいただきました。ちょっとお話を聞きたいと思います。小原さん、この車を、まあ、あの買われるきっかけ、となったのはどういう思いだったのでしょうか。本田宗一郎がですね非常に大好きで、まあ、この車はですね本田が、初めて、四輪車の市販車としてですね、出した車で、まあ、本田好きだということもあって、ぜひ手に入れたい、またこの車にですね、私も以前から大好きだったバイクを積んでサーキットに行くっていうのが一つの夢だったので、はい、それを実現のために購入しました、うん、はい。この車はいつ頃手に入れられたんですか。はい、これはあの約2年前にですね、購入しまして、現在に至っております。はい、まあ、買った当初1年間はですね、まあ、いろんなトラブルに、悩ませながらですね、まあ、一つ一つ解決して、まあ、現在はまあ長野まで自走で来れるような状態にしてあります。はい、もう実際にバイク積んでサーキットとかは行かれましたですか。はい、去年のちょうど去年、はい、のゴールデンウィークにですね、この車に、レーサー 50cc のレーサーをですね、積んで茂木サーキットの方に行って走ってきました。その時の気分は、もう何とも言えない最高な気分でした。はい、夢が叶ったっていう瞬間ですね。はい、もうまさに、もう何とも言えない気分で、うん、当日は本当に祝杯をあげました。はい、これから何かやっていきたいこととかありますか。そうですね、これからはまあこの車をですね、まあ、さらにいろんなところにですね、一緒に、まあ、一応北海道も今年行けたら行きたいなとか、はい、はい、まあ、いろんなところにですね、参加したいと、まあ、行ってみたいというふうに思っております。ぜひね、日本中の皆さんにこの夢の実現をね見ていただいて、またホンダの世界の素晴らしさみたいなものを伝えていっていただければなと思います。小原さん、ありがとうございます。はい、ガルフ長野ノスタルジックカーフェスティバルですね、長野市長賞を受賞されました。ホンダのね、ホンダ宗一郎世界展ですね、ホンダのディオ1C のトラック T360 と、初代カブという組み合わせで、いかにもホンダ宗一郎ね、当時力が入っていた作品たちですね。はい、どうも西川さん、ありがとうございました。それではね、コマーシャルご覧ください。
カーフェスティバル2023東海地区最大級のノスタルジックカーイベントがやってくる。ファン注目の恒例イベント、ノスタルジックカーサウンドミュージアム、ノスタルジックカー大賞コンテスト、その他恒例のイベント開催、車両展示、参加者、出展ショップ、企業絶賛募集中。9月23、24、オートメッセ名古屋、感動感激の2日間。オートメッセ名古屋で自慢の愛車をお披露目。車両展示、参加者、出展ショップ、企業絶賛募集中。詳しくはウェブで。お問い合わせは名古屋ノスタルジックカーフェスティバル実行委員会まで。はい、コマーシャルご覧いただきました。ありがとうございました。それではね、後半も、いつも通りね、頑張ってまいりましょう。後半はですね、みつこさんがですね、新しいバージョンをね、データ提供いただいてるんですけど、今日はそのね、どうも最終回みたいなんですけど、先週のトラックね、結構商用車人気でしたね。はい、今日は何が出るでしょうか。はい、お願いします。今回もプケコイサーキットについてお伝えします。オークランド近郊のプケコイサーキットが閉鎖される少し前にトラックデイ、いわゆるサーキット走行会があったので RX7 で参加してきました。この日は同乗者走行もできる時間もありました。そしていよいよ閉鎖される最後の日にはサーキット場も開放され、いろいろな車がパレードランを楽しんでいました。
driving a lot faster than what I thought they would. They said they were going to. こうして武家小屋サーキット場は60年間の歴史の幕を閉じました。はい、どうも道子さんありがとうございました。それではですね、先々週か、このところで、ね、なんかノスタルジック TV らしくないというね、嬉しい評価をいただいております。期待の新人、草広の期待の新人ですね、下田さんのコレクション、今日はインタビュー続きです。はい、お願いします。草広に期待の新人登場ですね。やっぱりこういう、はい、なんていうんですかね、あのフルレストレーションとか仕上げられた車じゃなくて、はい、あるみんなそのいわゆる現状という、あでも直すべきものは直して直、はいはい、これはもうちょっと手に負えないなっていうものはもうそのまま展示するような形でできたらなとは思ってますけど、まあ、情報だというね、はい、そうです。あまりそのいわゆる草広なら草広にはこだわらないと、こだわらないですね、まあ、両方でいくということですね、はい、まあ、その方がいいと思いますね、まあ、ですね、はい、でまあ、先日長野のスタジカフェスティバルに出ていただいたんですが、はい、反響すごかったですね、そうみたいですねもう俺は恥ずかしくて恥ずかしくて人前が恥ずかしいので、いえいえ、まあね、まあ、クリッパーと、はい、それからなんだっけ、ホープスターをね、はい、出していただいたんですけど、はい、ホープスター知らない人が多くてですね、いやそうですね、はい、うん、まあ、僕ジムニーがもともと好きだったので、はい、そうなんですか、そうなんです、それで、まあ、ホープスターの存在は知ってたんですけど、それがたまたまヤフオクに出たもんですから、はい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 、いやもうこれは直接交渉して購入したっていう形ですけど、これは鈴木自動車が欲しがるんじゃないですかね、いやどうですかねまだ鈴木治虫 会長、はい、まだねご存命ですからね、はい、まあ、ただ見ていただきたいのは確かですね、あ、はい、まあ、いつかはね鈴木の特集をやりたいと思ってるんですね、あそうですか、はい、まあ、この前まあ、360のね、はい、それから特集もやったんですけどね、
フロンテクーペなんかちょっと50周年なんかでやりましたけど、はい、まあ今はもうねそういう辺の車はなくなっちゃったんで、はい、今鈴木といえばもうジムに2年待ちというね、2年待ち以上待ってるというね、はい、そんな恐ろしい車になってますからね、化け物になっちゃいました、はいはい、そういう中ではですね、なんか今度この黒金をね手に入れられたという、あ、そうです、これもヤフオクです。これもヤフオクです。ヤフオクです。これ色はいいですね、ピンクで。そう、でもこれちょっとよくよく見てみると中は多分オリジナルの色なんですけど、外装はパテ塗ったりとかして然としてある雰囲気ではあります。クロネベイビーに移ったところで最後になっちゃいましたけど、続きはクロネベイビーの続きはまた来週、どうぞ皆さんご期待ください。はい、どうも翔太さんありがとうございました。はい、それではですね、今日のですね最後になりますけど、今日もねすいません、ふとみさんとうまくスケジュールが合いませんで、今日も私一人でやらせていただきましたけど、ふとみさんのですね、パブリカレストアファイルのナンバー4の3ですね、今日は、先週までですね、非常に貴重なですね、99台しか生産されなかったというパブリカのですねディタッチャブルトップですね、これのレストアの模様です。はい、どうぞお願いします。はい、今日はねどっからスタートでしょうね、テールランプでしょうか。側の状況が今出てますね。なんかゴムが貼ってあるという、これはディタッチャブルトップのロックでしょうかね。リアガラスのウェザーストリップ、こんな99台しかない車のリアのウェザーストリップ持ってらっしゃる方いるんですね。素晴らしいですね。ああ、もうカチカチになってます。昔のゴムはやっぱり柔軟性がやっぱり、なくなってくる、硬くなってくる。今のゴムはなかなか硬くならないですね。だんだんゴムの内容が品質が良くなってきてます。はい、こっからはね、早回しです。この、いわゆる紐を使ってやる方法、まあこれは落下防止なんですけど、入れる時もね、紐を使ってやってるところもありますね。まずはこれ、落下防止、なんかガラスが非常に貴重品だということなので、落下防止をしております。もうバキバキですね、固まってます。多分新車からずっと多分、交換されてきてないと思いますので、ゴムがね硬化してですね、もうバキバキ、もうプラスチックみたいになってるんですね。
かなか地味な作業が続きますね。半分終わりましたでしょうか。力が入ってますね。車も動いてます。このディタッチャブルトップのリアガラスは、普通のツードアバージョンと一緒なんでしょうかね。まあ、深見さんがいればすぐ聞けばすぐ分かるんですが、すいません、私もこの辺は、どうも知識がなくてですね、多分同じもの使ってるんじゃないのかなと思うんですが、まあ、全くこのディタッチャブルトップ専用っていうこともあり得るかもしれませんね。はい、だいぶ剥がれてきました。そろそろ取れるんでしょうかね。なんかね、ここはこれ全部手作業ですから大変ですね。機械が入らないとかですね、ガラスが割れたら大変ですからね。これ早回しなんですけど、実はかなりの時間がかかってるんじゃないかと思いますね。なかなか大変な仕事です。まあ、さっきのお話じゃないですけど、この99台しかないディタッチャブルトップのリアウィンドウの、ゴム類があるということ自体もすごいですね。はい、来週に続きます。はい、という福富さんのですね、パブリカレストアファイルナンバー4の3でした。このディタッチャブルトップね、とても希少な車で99台しかないそうですけどね、私も実はあの屋根の赤いやつを見たことありますけどね、これがいいのかですね、それともやっぱり軽くですね、開くことができる、まあ、ソフトトップのですね、いわゆる従来の一番、まあ、馴染みの深い車がいいのか、コンバーチブルがいいのかですね、これはちょっと意見が分かれるところですね。まあ、エアコンがないので、リタッチャブルトップをつけても、まあ、暖房は効くかもしれませんけどね、まあ、冷房はあんまり関係ないので、どっちがいいかはですね、皆さんの判断にお任せします。はい、どうも、福田さん、ありがとうございました。今日のノスタルジカ TV というのの方すべて終了しましたが、ちょっとね、先ほどの損保の話をもうちょっとさせていただきますと、自賠責保険というのはこれ国の所管なんですね。国がやってるんです。国がやってる自賠責保険を保険会社に委託してるわけですね。まあ、金額はすごい金額なんですが、手数料は少ないんですが、もう一度お話ししますけど、手数料は少ないんですが金額が大きいので運用ができる。ですから保険会社各社はですね、この金額がお金があるためにですね、国から預かっているお金ですね、これがあるために非常に経営はやりやすいってことですね。はい、もともと国からね、まあお金を預かっているわけなので、まあそれをあと精算すればいいわけなので、1年ごとの決算ですけど、それをやっていけばいいことで、非常にまあ保険会社にとってはありがたいお金と
ということになってますね。しかもこの今どうでしょうかね、皆さんもう日本圏に入ってないなんて方は、まあ本当に日本人ではいないというより失礼な言い方ですけど、日本人は本当に入ってると思いますね。もう入ってないのは本当に外国から来た方とかいろんなそういうことでトラブルいっぱい聞いてますけど、入ってると、そうすると日本圏は大変保険会社にとっても美味しいね。しかもその先ほどお話ししましたように誤送船団方式で、まあ、まずいろいろ今確かに競争があるみたいに見えますけど、実は誤送船団方式ですね、金融庁所管で、まあ誤送船団でみんな早く行く人も遅く人もみんな誤送船団で一緒だよという、まあ、そういうやり方ですね。まだまだこの部分はですね、改革がされておりません、そのまま来ております。まあ、その今回は、損保ジャパンのこの件がですね、非常にまあもし契機になってですね、損保業界がですね、少しもうちょっと改革されてですね、新しい形になって、もっと競争が激しくなってですね、ユーザーが、もうちょっと恩恵がね、もらえるような形になるといいと思いますね。損保ジャパンのこの問題、非常に大きな問題だと私は思ってます。というのはですね、やっぱり商売の基本として誠実なこと、ちゃんとやること、そしてお客様のためにやること、その結果として、まあ利益が出る、お金がね、残るのはいいんですけど、最初からお金を残そうという、この、まあビッグモーターのやり方ですね。まあこれはもう淘汰されて叱るべきだと思います。それでも先ほど申し上げましたように、非上場会社ですから、上場廃止も倒産も、ありませんし、まあこのままもしみんなが忘れてしまってぬくぬく生きていけるかもしれませんね。損保ジャパンの不買運動でもやるしかないと思いますね。はい、今日はですね、8月3日のですね、放送分すべて終了しました。すべちょっとね、過激でですね、放送コードに引っかかるところがあるかもしれませんけど、それはまあ、お許しをいただいてですね、また来週も皆さんどうぞご覧いただきたいと思います。また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。